皆さんこんにちは。衆議院議員の大串博です。立憲民主党の新しい代表が野田佳彦さんに決まりました。しっかり支えていきたいと思います。私は新しい代表の下での新執行部の中で今回代表代行という立場になりました。そして担う任務は党務総括ということになっています。この党務総括というのは、党務全体を代表代行党のナンバー2として掌握してくださいという仕事になってますので、大変重い仕事をいただきました。また選挙対策委員長という仕事はこれまでと同じく引き続きやっていくことになります。選挙の責任者として、そして党務を全体総括する代表代行として、本当に重責の仕事になったなというふうに実感しています。責任感も感じますが、しっかりと役割を果たせるように頑張っていきたいというふうに思います。野田新代表は先般の代表選などを通じながら本気で政権交代を成していくということを国民の皆さんに訴えました。これを代表代行として、そして選挙対策委員長として成し遂げられるように支えていきたいと思います。特に選挙に向けて全国の候補者のさらなる擁立をはじめ、そして選挙に向けた体制づくり、各党との連携、力合わせ、連合の皆さんを含めた関係団体の皆様との協力関係の強化、こういった大きな課題もございます。これらを一つ一つ、まさに私の代表代行、党務総括としての立場と選挙対策委員長としての責任をしっかり果たして、野田さんの言う必ずや政権交代を成し遂げる結果を出していきたいと思いますので、どうか多くの皆様には、これまでにも変わらないご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。全力で頑張っていきます。ありがとうございます。